改めておめでとうございます。ありがとうございます。まず率直な気持ち、今の気持ちを教えてください。まあ、正直この1年間後半戦は結構苦しむ時期があったんで、本当に素直に嬉しいです。後半戦ということであれば、その S 級に上がって、そのあたりっていうのは自分の中でどういうふうにこう戦ってきましたか？このそうですね、やっぱりその九州を代表する選考選手っていうことを目標にやってきましたけど、途中、まあ、体調を崩して本当もう力が出ないところまで落ちたんですけど、そこからここにまで立て直せたんでよかったと思います。そのあたりモチベーションっていうのはどこになりましたか？やっぱり優勝したいっていう、ヤンググランプリ出場して優勝したいという気持ちがあったんでやってこれたと思います。とするとやはりヤンググランプリっていうのはこの1年間の一つの最大の目標だった？そうですね、はい、もうヤンググランプリに出て優勝することが今年の目標だったんでよかったと思います。実際そのヤンググランプリに出る、まあ、様々な言われ方、登竜門だとか、いろいろな言われ方してますけども、ご自身にとってそのヤンググランプリってどういう位置づけで？そうですね、ヤンググランプリは、まあ、通過点なんで、これからが本当の勝負だと思うんで、これからもっと練習して頑張りたいと思います。まあ、木でいうと先輩選手、103期の先輩選手、それから、まあ、1期を代表して出たわけですけども、メンバー見ていかがですか？印象、メンバーを見た最初の印象を教えてください。そうですね、本当みんな S 級に上がって自力で頑張ってる人たちなので、その中でどうにかして勝ちたいという気持ちがあったので、そんなイメージですか。やはり自力型で、まあ、普段とは違うレース形態になることは、予想されてましたが、その辺というのはやりにくさとか、その辺のこうプランの立て方の難しさとかあったと思います。まあ、そうですね、まあ、いろいろ難しい部分はあったんですけど、今回本当にもう九州の先輩方が立ててくれた作戦通りっていう感じにはないんですけど、まあ、力出し切ることができて本当に良かったと思います。具体的にどのような、まあ、可能な限り、どういった作戦を考えていますか？まあ、このメンバーの中でやっぱり野原くんが一番客室的に優れてると思ってたんで、そこからまあ自力出してゴール前勝負したいなと思ってたんで、イメージ通りいったと思います。まあ、そういった中、レースちょっと振り返っていただいて、渡辺さんとあとは、本砂さんが、まあ、先行、勝負になるような形になりましたけども、その辺り後ろでちょっと口が開いたような形になってましたけど、どう思ってましたか？まあ、そこはもう本当に最初からもうやり合うだろうなって思ってたので、そこは冷静にもう対応してました。まあ、同時にその、川口さんが行くタイミングで一緒に前に行ったかと思うんですけど、その辺も、落ち着いて、はい、そうですね、もう本当自分の行けるところから踏んだ感じなので力を出し切ったと思います。まあ、ちょっと外になりましたけども、最後どの辺りでその勝利の確信というか。そうですね、本当ゴール戦踏み切ったときぐらいじゃないと、でお客さんからの声が聞こえてきて、やっと優勝したんかなっていう感じでした。改めてゴール踏んで、その歓声を受けたときの気持ち、どうでした？そうですね、やっぱ本当素直に今年1年苦しかったんで、最後に優勝できてよかったなと思います。まあ、これで、通過点という話をしてましたけども、次のステップはどう考えてますか？そうですね、今回も本当に幕僚追い込みだったんですけど、もう一回脚力を作り直して、九州の代表する選考選手になって先輩たちと連れて いけたらなと思います。そして明日は、大舞台のグランプリ、まあ、一番、まあ、まあ、目標としている大会だと思いますけど、その辺こうイメージとして、次にこう繋がってくるものがあるかと思いますけど、いかがですか？そうですね、やっぱりここに来ないとわからないものもたくさんあったので、本当いい経験ができたと思います。まあ、それから、ちょっとあれですけども、まあ、インカレ等でこの大学チャンピオンとしてこの経験会が上がってきましたけど、なかなかやっぱ大学チャンピオンからこう、なかなかこう競輪の道で成功する選手が最近少ないですけども、そのあたりっていうのはやはりいろんな経験を得てここに来てると思います。そのあたりでなんかこう自分のアドバンテージとかそういうのって感じたりするんですか？そうですね、やっぱり大学上がりは活躍できないって言われるのは悔しいので、今本当に大学生もレベルが高くてすごい世界で戦っていける選手がいっぱいいるので、まあ本当にその道を作れるような感じで大学上がりとしてもっと頑張っていきたいと思っています。最後に、グランプリ目標はあると思います。その中で自分の中でその競輪選手として理想のこの、目指す理想の選手はどういう
そうですね、理想は、本当に何でもできる選手が一番強いと思うので、そこを目指して極めていきたいと思ってます。